皆さんおはようございます。投資の隠れ家へようこそいらっしゃいました。昨日の東京株式市場で日経平均株価は反発しましたね。前週末比145円7、000高の25、307円8。5銭で取引を終えています。 前週末の下げで寝頃感が出たと見られた主力株に買いが入りました外国為替市場で円相場が1ドル117円台後半まで円安ドル高となり輸出再算改善の思惑から自動車や機械など輸出関連株が上昇していました日経平均株価の上げ幅は400円を超える場面もありました期間投資家による年度末の持ち好調整が一巡し売り圧力が和らぐ中でバリュー株を中心に買いが入っていました 優先や商船につい、JFE など相対的に配当利回りの高い銘柄の上昇も目立っていましたね。ウクライナとロシアに停戦に向けた進展がありそうだとの観測から、過度なリスク回避の姿勢が和らいだことも日本株の買いにつながったようです。岸田首相が12日に観光需要喚起策 GoTo ト,トラベルの再開に向けた準備を始めるとの考えを示しています。そのののため旅行や出張などの需要が回復するとの期待から 空運や鉄道レジャー関連が買われていました世界経済の減速や資源高に伴うインフレの警戒も根強く消極的に内需関連に物色が向かった面もあると思います JPX 日経インデックス400は反発し我らがトピックスも反発しました12.74ポイント高の1812.28で取引期を終えています 当初一部の売買代金は概算で2兆6680億円と2月21日以来の低水準となりましたまた売買高は11億8702万株で東証一部の値上がり銘柄数は1445と全体の7割弱を占めており逆に値下がりは655変わらずは80となりましたまだまだ下落相場が継続しますが今はしっかりとキャッシュポジションを大きくして 買い時に備えましょうねそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな